ソフトバンク、楽天に勝利、打線爆発で7連勝。ソフトバンクが楽天に8対0で勝利、7連勝を達成し貯金12とした。この日は打線が2本塁打を含む14安打8得点と爆発。打線は2回に山川の6号中越先制ソロなどで3点を先取、5回には柳田の2戦連発の3号ソロなどで5点を追加した。先発の有原が8回無失点、6奪三振、2塁を踏ませない好投で今季3勝目を挙げた。楽天には昨季0勝1敗で防御率 6.23 だったが、この日は楽天打線を寄せ付けなかった。勝った場合、みずほペイペイになってまだ負け知らず。7連勝か。岩井よかったぞ。岩井くんは絶好の試運転。岩井はしばらくリリーフで良いだろう。山川も調子は上がってきてるな。山川調子いいの助かる。山川加入で若手を育てながら勝つ野球ができてる。今日は有原が良すぎた。本当有原ってピッチングがエースだわ。有原完封してもよかったな。三森よかったな。大活躍の三森さん。三森はポンセキラーかな。ほぼみんな出てきたな野手陣。ファン感謝デーみたいな試合やったな。いい勝利だ。リリーフが休めるの大きい。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。